はい、皆さんこんにちは。じゃあ今日もね、外の作業ね、天気がいいです。はい、やっていきたいと思います。で、今日はね、ちょっと先ほどね、これ電動の剪定バサミレビューしてたのでちょっとね、散らかってるんですけども、こちらのね、伐採した木、これがありますね、ここの山で。これがあるせいでね、横に進めなかったんです。で、これをね、最初片付けようかと思ったんですけれども、ちょっとね、めんどくさくなってきたので、これを一回ね、そちらの木くず置き場とかね、枝とかたくさんあるところに一回ちょっと退避して、後でね、もう一気にね、全部薪作ったりとか枝の剪定ね、していきたいと思います。ちょっとね、時間がね、やっぱりチェーンソーを出してきて、まあ、切ってもいいんですけれども、それやってるとね、これ何時間もかかっちゃうので、ひとまずは、まあ、ゴミの処分の方がね、優先です。で、これ自体はゴミの処分しなくてもね、薪にして作ったり、枝をね、後で処分したりできますんで、これをまあ最優先にしてしまうとゴミの処分がね、進みませんので、この大量にある木を一回ちょっと避けてね、次々横の方に進んでいきたいと思います。はい。で、今日ね、ちょっと新しいものをね、ちょっと試しに買ってみたので、それを試してみたかったんですね。で、何かというと、これね、私毎回ね、ユンボの準備をする際に、もちろんですけども、グリスアップをするんですよね。で、グリスアップをするときに、はい、これを使います、グリスガンね、通常のグリスガンです。これね、たまにね、グリスがね、漏れてくるんですよ、横から。ちょっとやってみますね。はい、じゃあ試しにね、ここにグリス入れてみます。まあ、ここは普通に入っているとことね、入んないとこあるんですけれども、あ、これは入りますね。はい、出てきました。ここもね、やってみます。あ、ここも入りますね。ここはね、いつも入れてるんでね、まあ、大体すんなり、まあ、入りやすいんですけれども、はい、出てきましたね。夏はね、比較的グリスもね、柔らかいので入りやすいのかなと思います。ちょっと冬とかはね、結構入りにくい時あるんですけども、このね、ブームのここ結構盛りやすいんですよ。はい。わかりますか？これやるとね、ぎっしり押さえてても、はい。こうやってね、グリスが漏れてくるんですよ。これかなりね、ぎっしり押さえてます。けども、漏れてきてね、入っていかないんですよ、グリスが。ニップルがね。で、ここのとこのね、先端ね、掃除したりね、ちょっと、ピック見たのでね、こう、動かしてね、グリスニップル動くようにしてもね、なかなか入んないです。で、これを、ちょっとね、結構ストレスが溜まるので、ネットを見てたらね、なんかいいのが見つかりまして、で、これなんですよ。で、これワンタッチ式のロックカプラーなんです。まあ、これ多分中華製なんですけども、これがね、なんか、Amazon 見てたらね、評判が良かったので、これをね、ちょっと試しにつけてみたいと思います。はい、それじゃあね、今つけてみました、これ。試しにね、ちょっとこれ入れてみます。で、ここでね、ロックできるようになってるんですよね。はい。こぼれないかね、ちょっと見てみます。あ、刺した。はい。お、すげえ。全然持ってこない。あ、すげえ。これね、今ブームの方に入ってるんですが、これね、毎回ね、漏れてたんですけども、あ、すげえ。ちゃんとブームから出てくる。うわ、すごい。あ、入りました、入りました。はい、全然ね、漏れてきません。これね、いつもね、毎回持ってきてなかなか入らなかったんですよ。で、チューブでね、こういう風に奥に行ってるのでね、余計ね、多分抵抗があってなかなかね、入らなかったです。ここがね、一番難しかったんですけども、もうね、グリス漏れは皆無ですね。これすごい。これでね、ちょっとグリスアップする時のね、ストレスが軽減されますね。はい、ちょっと下の方もやってみます。意外とね、ハイド板もね、ちょっと入らなかったりするんですけれども、こうやってみますね。はい。ああ、全然漏れない。あ、すげえ、これ。
ああ、何回やっても漏れないですね。ちゃんとグリスが入ってくる。ああ、中から出てきました、ちゃんと。すごい。うわ、これやべえな。はい、ここもね、わかりますかね。グリス入れるところからね、持ってこないんですが、ちゃんとね、グリスがビヨーっとね、出てきます。これすげえ。これは感動ですね。いやー、これはね、すごいですよ。今までね、これ毎回ストレスだったんですよね。グリスがね、入らないっていう。で、グリスのニップルをね、掃除したりしてね、やったり、あとグリスニップルをね、変えたりして、何回かチャレンジしたんですけれども、やっぱ硬いところはね、硬い。で、入らないんですよ、抵抗になってね。冬なんて特にね、グリス硬くなるからね、なかなか入らなかったんですが、いや、これはすごいですね。はい、今ね、全箇所グリスアップしましたけれども、一箇所もね、グリス漏れ起きませんでした。いや、これね、すげえ。で、もうね、これは多分使わないと思います。疲れるんですよ、これ。押し付けてね、結構力をね、入れて押し付けて、グリス漏れないようにしてもね、若干こう斜めったりとかすると、そこからグニョって持ってね、グリスが結構もったいないんですよね。これはね、今日は皆無でした。これすごい。で、ね、これ、日本製のね、グリスガンにちゃんと使えます。安物のだとね、結構海外製のだとね、ネジピッチ合わなかったりするんですが、ここはね、平行ネジとテーパーネジ若干違うんですが、問題なく使えます。で、先端はね、ちゃんと付属してきますんで、これあとね、概要欄の方にね、商品リンク貼っておきますので、まあ、よろしければね、見ていただければと思います。はい、それじゃあね、ちょっと外の、開拓の方ね、ユンボで早速始めていきたいと思います。はい、今ね、木の方全部移動しました。あ、ものすごい量でしたね。はい、ここです。いやー、これ処分するの大変だな。もうね、ここら辺全部、木の置き場になってます。で、これはね、一応まあ考えてるのは、こういう太い木はね、薪にしようと思います。後でもうほんと時間がある時にね、全部ね、切って、あっちの薪棚とか作ってね、そちらの方に、ストックしておこうと思います。あと細いツルとかね、この枝に関してはね、ちょっとね、これは考えます。ほんとね、量が多いのでまだまだ出てきますしね。ほんと多分ウッドチッパーとかね、そこら辺が必要かなと思いますので、ちょっとそこら辺はね、検討したいと思います。これを全部ね、薪として燃やすのもね、結構大変ですし、ウッドチップにした方がね、まあ後々も使えますんでね、そっちの方がいいかなというふうには思ってました。まあ本当にね、ここ丸々全部燃やせれば最高なんですけどね、まあ、そんなことしたらね、捕まっちゃうので、後々ちょっと考えたいと思います。そしたらね、ちょっと休憩しまして、ここやっていきます。もう次々ね、横に進んでいかないといけないので。で、この木もね、もうつるが巻いててもうダメなんでね、それも多分倒すと思うんですが、その奥ね、この奥がね、やばいんですよ。ここもね、ほら、まあもう途中でね、ポキッと折れちゃってるんですけどもね、ここ全部つる巻いてます。なのでここを開くとね、結構まあ明るくなってくるんじゃないかなと思いますんで、ここをね、今日頑張って開いていこうかなと思います。
前回ね、木を切った動画でね、このチェーンソーの切れが悪いって皆さんにね、ちょっと言われたのでね、目立てをしました。そしたらね、抜群に切れます。最高。はい、それじゃあね、今早送りでねお送りしましたけども、1時間ぐらい作業しました。でここはね、そこまでね深くは埋まってなかったですね。こっちみたいにね、ずっと下まで掘ってね、次々出てくるような感じではなかったです。で今多分道路のね、元々の地盤のレベルぐらいまでは掘り返してますんで、まあここら辺でね、やめとこうかなと思います。あとちょっと綺麗に整地してね、戻したいと思います。でこっち側に関してはね、隣の方の土地になりますんで、まあひとまずはねちょっと手をつけないでおこうかなと思います。でここね、黒い土と茶色い土がね、出てきます。で黒い土はね、よく見てたんですが、おそらくね、なんか焼却した時の灰ですね、になるかなと思います。炭みたいなのがねこう出てきますんで、これは多分なんか物を燃やしてね、ここに、まあ、灰をね、埋めてたのかなと思いますんで、まあ、これはね、そこまで、まあ、土壌汚染的なものではないと思いますんで、まあ、灰もね、結構土壌の改良で使ったりする場合もあると思うので、まあ、そのまま戻そうかなと思います。で、茶色い土はね、こういった茶色い土はね、元々の多分土と、あと、鉄の、まあ、錆びた部分の成分がね、多分混ざってるのかなと思いますけども、まあ、そこまでね、汚い土ではないので、まあ、これもね、そのまま戻そうかなと思います。まだちょっとね、ゴミが見えますけどね、ちょっと隣の土地にも入ってきてますんで、そこに関してはね、後々ちょっと検討したいと思います。で、今ね、あと1時間ぐらいちょっと作業したいので、次、あとここの木ね、ちょっと木全部もう折れてますんでね、切りまして、ツルがね、ものすごいんですよ。なのでね、ここをちょっとね、開きたいと思います。ちょっとね、休憩してあと1時間頑張ります。はい、それじゃあね、一回今掘り返した部分ね、もうちょっとふかふかになってますんで、ちょっと若干整地して、そこから次のね、木の伐採とね、もうジャングルになった部分ね、ちょっと開いていこうと思います。
はい、じゃあ今日はね、時間になりましたのでここら辺までにしようかなと思います。いやでもねだいぶ明るくなりました。木をね、でっかいの2本ぐらい倒して、でつるもねもう全部、倒しました。でこの木はねちょっと今考えてます、倒すか倒さないかね。まあ支障がなければねそのまま倒さなくてもいいんですけれども、あと奥のねこのちょっと斜めの木、これはねもう上でねボキッと折れて、これもねつるが絡まってますんでね、後々倒そうかなと思います。ちょっとねここら辺だと隣とのね境目になってくるので、ちょっとね、見てからあと倒そうと思います。はい、どうでしょうかね。まあちょっとまだ整地汚いですけども、結構ね開けてきたかなと思います。あとねまた順々にやっていこうと思います。で開くとねゴミの山がまた一段と増えます。あと木の山ね、これあと枯れてきたらそちらの木のね、捨て場の方に一回捨てて、後ほどね、切って整理したいと思うんですけれども、またねこの枯れ木、あと鉄くずの山ね出てきます。はい、じゃあ今日はね、またゴミの開拓、あとねちょっとジャングルの部分ね、開拓したということで、ここら辺までにねしておこうと思います。はい、また次回以降もねよろしくお願いいたします。ありがとうございました。